はい、どうもすいません。はい、今回ですね、銀河連合っていう、なんだかわかんないんですけど、で、まあいいんですけど、別に、どの方が何をやっていただいてもいいんですけど、うん、まあ、まあ、結局なんかを売るってことですかね。なんかを売るんで銀河連合とか言いながらなんかを売るんですよ、多分。違うのかな。いろんな言葉が出てくるんですけど、シリウス B っていうね、シリウス B とキハナサキヤ姫とか、わかんない、ちょっとこれ書いておきます。名前書くぐらいで、アヌンナキっていうのもなんか時々出てくるんだ。延期側、シリウス B、アヌンナキ、延期。まあ他にもいろんな、ちょっと見てみますと言葉が出てくるんですけど、うん、それがなんだよなんですよね。うん、あ、シカールね、シカール帝国。うん、いいんですけど、レプティリアンね、銀河連合、ネグマクってなんだろう、ネグマク、こんくらいでいいですかね、もうね、いいんだけど、でそれが、うん、うちに来てくれよっていうこと。どこにいて、うちに来てくれよ、ちょっと。うん、お金くださいよ、ちょっと。うん、ねえ。宇宙人でいろんなことできるんでしょうからね。うん、なんかこう、すごいこう、宇宙船の絵がこう、よく出てくるんで、絵か写真かわかんないけど、うん、写真、なんか宇宙船が出てくるんですよ、これね。そんな立派な乗り物が作れんだから、ちょっとうちに来てお金くださいよっていうことで、それがなんだっていうことなんですよね。うん、日本政府とか倒してくれよっていうことなんですよ。インチキ天皇とかね、インチキ天皇ね、嘘天皇で、嘘天皇の性に障害、ん？小児性愛者の犯罪者ですよね、プチエンジェル事件ね。そういうのはちょっと宇宙人さん、倒してくださいよっていうことなんですよ。うん、ね、だ、何して、なんかしてくれるわけでもないんでしょ、関係ないんじゃん、関係ないんだよ。で結局本売るのかっていうことな、あんた本が売りたいのかっていうね、本とかなんか知らないけど、グッズとかね、うん、人集めてね、うん、まあそんな感じじゃないですかね、うん、違うのかな、違ったら教えてください、私謝りますんでね、うん、ね、はい、はい、はい、どうもすいません、はい、失礼します。